高根沢工場跡にある、ホンダ技研工業生産企画統括部、パワートレイン生産企画統括部、ホンダ技研工業、高根沢工場は、栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢に存在した、ホンダ技研工業栃木製作所に属する自動車生産施設の一つ。1990年5月稼働開始、2004年4月に閉鎖。敷地は、ホンダ技術研究所の、 四輪 R&D センターホンダエンジニアリング本社などと一体化しており、これら大部分は南隣の羽賀郡羽賀町大和田市も高根沢に立地している。工場正門の向かいの北側には五両牧場がある。また、高根沢町内には従業員寮やソフトリサーチパーク、情報の森と地議に日立アスタイモとホンダロックの事業所が置かれている。 NSX を作るためだけの専用工場として建設。これは NSX を生産するのにあたって少量生産に適応する環境を見込んだためとフェンダーやボンネットはもとより骨格となるモノコック部分までも他社に類を見なかったオールアルミ製のボディを生産するためであった。エンジン生産ラインを持たない完成車工場であり、エンジンは同社の別の工場から納入されていた。 国内販売開始に先駆けること4ヶ月前の1990年5月に稼働を開始。産業用ロボットがひしめくオートメーション化による大量生産を可能とする一般的な自動車工場とは180度異なり、ここでは手作業中心による1台1台に手間をかけた作業工程で、当時の1日の生産能力はわずか25台。そのため、 NSX 日本国内販売開始時は、その少量生産体制と NSX 自体の人気も、相まって納車1年から2年待ちという途方もない、バックオーダーを抱える事態が起こるなど常にフル稼働状態であった。その後、作業員を増員し、2交代制して1日の生産量を倍の50代までに増やす。しかし、バブル景気崩壊後から日本車としては、 超高価格であった NSX の販売数が落ち込み、1990年代半ばに入ると、とうとうその少量生産体制にも余剰が出るようになる。それを解消すべく、1997年から電気自動車の EV プラスの生産、1999年からは、その年に販売開始される S2000 やインサイトといった、 NSX と同じように少量販売が見込まれる、車の生産も受け負うようになり、以後生産の主力車種は NSX から S2000 へと取って変わった。2004年4月、ホンダの完成車一貫生産構想に基づき、高根沢工場での全車種の生産を中止し、三重県鈴鹿市にある鈴鹿製作所へ生産を移管。大量生産車種を作る既存の生産ラインとは別に、 高根沢工場で生産されていた車種の専用生産ライン TD ラインを作った。また、高根沢工場で生産に従事していた作業員たちも TD ラインに多数移り、そこでは高根沢工場生産時と変わらない手作業中心の手間をかけた生産が続けられていた。工場閉鎖後は、ホンダ技術研究所の四輪車 R& D センター型拠点からの移転集約により拡張されているほか、四輪新機種センターでの生産が継続されている。1995年に工場敷地内にホンダの四輪新機種センターが設置され、主に電気自動車と燃料電池車の製造が行われている。ありがとうございます。